も教えてみてお願いします。というわけですね、本日は越谷シェニアさんで取材ということでロンティー対決をしたいと思います。はい。で、本日中学2年生と1年生の越谷シェニアの中で、一番打てると言われている選手を呼んでますので、こちらお願いします。よっしゃ、お願いします。お願いします。じゃあお名前からいいですか。中学1年の古澤祐樹です。古澤祐樹くん、はい、中学2年生の大木山俊太です。大木山俊太くん、キャプテンですよね。はい、キャプテンです。はい、お願いします。お願いします。普段からあれですかね、試合とかでは結構長打は放っていらっしゃるんですか。結構。じゃあこのロンティーを、まあ僕もね、元のピッチャーなんで、あんま先に言ったかバッティング経験あんまないんですけど、ロンティーとかちょっとこう撮影でやりつつ、結構飛ぶようになった、成長しだしたんで、この2人の選手とね、ちょっと試合したいなということで、まあ、今回ルールが、1人10球、打っていく中で、あそこにおじさんが立ってます。青いバットを持ったおじさんが、彼を超えたらホームランってことで 1ポイントみたいな感じでやっていくんですけど、この YouTube でちょっと僕らのバッティング見てほしいっていうアピールになると思うんで、今日よろしくお願いします。お願いします。はい、はい。じゃあまず最初行きましょう。はい。で、俺がその後打ってどうだったか、その後にキャプテンと最後対決してどうだったかっていう感じでやっていきますんで、はい、お願いします。お願いします。よし、じゃあ行きましょうか。行こう。9目。おお、いい、いいよ。惜しい。でも結構いい線、いい線、全然いい線。2球目。おお、これでも惜しいな。全然惜しいよ。3球目。おお、おお、来たこれ、来たじゃんこれ。おお、入りました。1ポイント。4球目。やばい、今やった。ボール見逃していいよ。はい。5球目。あ、ダメか。あ、ダメか。ギリ惜しかった。惜しい。6球目。うわー、いい。あ、上がらない、上がらない。ちょっとシュートしてるな。厳しいな。7球目。ちょっと風がこっちだ。風が。8球目。うわー、いい、これいいな。苦しい判定だな。苦しい判定。厳しいな、あの人。厳しい。厳しいぞ、あの人。9球目。はい。いいんじゃないですか。ラスト。ラスト。頑張れ。よっしゃー、なんじゃないですか。 OK お疲れ。感想。どうやった。悔しかったです。まだ負けたわけじゃないから、俺がダメならダメ、勝ちだから。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。最後、学生来ました。あ、これいい勝負になりそうだな。これやばいぞ。いい勝負になりそうだな。重たこれ。2球目。すげえイン攻めしてくる。いや、さっきと変わんないっす。3球目。あれ全部イン攻めやな。4球目。5球目。バット重てえもんな。これいい勝負かもしれない、これ。お、これやばいぞ。あ、ほら。お、どうすか。届いてない。全然いってないな、これ。もうちょい軽いのない。いや、大丈夫です、大人なんで。おい、重すぎるけど。
これ振ってりゃ上がるけど、めっちゃ重いって。まあまあ、これはノイズいいでしょう。はい、じゃあ、敗北。感想もらっていいですか。敗北。バット重すぎます、これ。1キロバット、いや、1キロに近く900ちょいじゃない。でも木製だもんねっていう。そう思ったかった。負けました。じゃあ、行こう。行きます。やあ。受け目。うわあ、危ねえ。うわあ、危ねえ。びっくりした今。3球目。うわあ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 。すごい。ナイスバッティング。すごい。4球目。中学生。うわ、いい。やばい、これはいったろ、絶対。もう行ってない。行ってないんかい。上がらない。マジか。5球目。6球目。はい。高っ。惜しい。7球目。うわ、いいやん。うわ、完璧。パンのペキ像。もう打たなくていい。もう優勝。いやいや、行きましょう。拍手。どんどん行こう。優勝決定。あと2球。あと3。2球か。2球。8球中3球。8球で3球か。はい、3球行こう。あ、3球。わお。やばいこれ。余裕超えたな、これは。わお。3球。ラスト。3球ラスト。おい、やばい、これ超えんじゃん、これ一番じゃない。一番来た。これは超えた、超えてない。え、まあでも、あれ超えてないの。拍手。よっしゃ、ナイバッチ。お疲れ様でした。よいしょ。負けました。はい、いや、すごかったっすよ。いやー、俺こんなね、ひどい結果になると思わなかったけど、やっぱスイングがやっぱ違うもんね。二人ともやっぱ軽いっていうか、綺麗というか、俺なんかめちゃめちゃガチャガチャしたでしょ。つって、そんなことない。鼻で笑われてるぞ。これからまあ今1年生2年生じゃないですか。まあもうこれ大会まだあるんですか。今年、はいはい、ある。明日、はい、ある。まあまだあると思う。あと2回勝ったら関東でしょ。はい。こんな大事な時にこんな話していいのかって。でしかも今日も試合してきてからだもんね。そうだね。大丈夫、申し訳ないね、こんなやらせちゃな。いや、ごめんね。まあ本当にすごい選手っていうのはもう間近で見て分かったので、これからはね、怪我とか絶対しないようにして、まあどんどんまた監督コーチの話をしっかり聞いて、レベルアップをして高校大学プロ目指してもらって頑張ってください。はい、はい、ありがとうございました。今日はありがとうございました。よいしょ。よいしょ。いや、負けましたよ。この動画が良ければね、チャンネル登録とコメント、高評価よろしくお願いします。そして越谷シニアさんのインスタとホームページは、動画の概要欄に貼っておきますので、チェックよろしくお願いします。それでは終わります。ありがとうございました。